新年明けましておめでとうございます。はい、皆さんこんにちは、サンディでーす。2018年がもう始まったんですけども、でこれが、今年一番最初の動画になります。で去年はですね、後半はちょっとね忙しくて、12月特になんですけど、ちょっと頻繁に動画出せなくなった週が2、3週間ぐらいあったんですけども、まあ今年は、もっともっと、動画をたくさんアップできるように頑張ろうと思いますので、今年もよろしくお願いします。そしてですね、去年の年末ですね、みんないろんな YouTuber の方がマイベストコスメ動画を出されていると思うんですけども、私もやっていこうかなと思います。上半期はもう出していたので、この動画に関しては2017年で、一番使ったもの、お気に入りもそうなんですけど、一番使ったもの、一番使ったものっていう、多分自分が一番好きなものとか一番気に入っているものだと思うので、それを、紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、でこの動画なんですけども、すっごく長くなっていると思います。なので何かね、こう飲み物とか暇な時に見てください。はい、暇な時にちょっと寝る前とか、そんな時に見てください。あとね、なんかこう食べながらでもいいし、飲みながらでもいいし、寝っ転がった状態で見てもいいし、こうベッドの中でも見ていいし、そんな感じでリラックスした感じで見てください。では始めます。で、どんどん紹介していこうと思います。はい、で、まずですね、こちら無印の、化粧水になります。で、2つあるんですけども、私このバランス肌用シリーズがすごく好きで、匂いが大好きなんですよ。で一番最初に買ったのは、ちょっとここの上が違うけど、バランス肌用フェイスミストっていうものを買ったんですね。これ700円ぐらいのやつなんですけど、800円ぐらいのものになるんですけど、すごく好きで買って、なんか大きいものが欲しいなと思って、これ結構割とすぐに終わってしまったので、でミストの大きいのはなかったんですけど、化粧水があるので、化粧水こちら、こっちを買ったんですね最初、保湿してくれる方。ただこれはすっごく本当に保湿してくれるんですよ。もう結構ドロドロっていうか、全然しっとり系で、こっち結構サラサラ系だったので、これを夜に使うようにして、朝はこっちの方を使うようにしています。匂いがすごく好きで、で保湿力もかなりあって、これのオールインワンの小さいやつも使ったんですけど、かなり保湿はしてくれます。ただちょっと皮脂がね、皮脂に関しては結構ね、朝方ちょっとねテカリが出るので、だから多分昼間はこれよりもこっちで、夜は保湿を考えた使い方をしています。こんな感じで無印のケア系は大好きで、上半期でも紹介してるんですけど、ジェル、化粧を落とすジェルなんですけど、あれ大好きで、もう今年ずっともうそれしか使ってないんですね。で、あとは洗顔もずっと保湿のものを使っています。はい、で、次は下地系でいこうかなと思います。2つ、まずはこっち、結構これ使ってるのを見ていただいたんじゃないかなと思うんですけど、レブロンのカラステイシリーズの UV プライマーっていうものなんですけども、これ出てからもうずっと本当にずっと使ってて、もう後ろが結構剥がれてきてるっていうか消えかかってるんですけど、本当にずっと使ってて、多分今これくらいしか残ってないんじゃないかなと思います。結構少ない。で、これも結構割と使っていたのが、フリーダム、メイクアップレボリューションを取り扱っているタムビューティっていう、海外コスメ、イギリスかなの、通販サイトがあるんですけど、でそこで取り扱ってるメーカーになっていて、フリーダムの、プロスタジオオイルコントロールベースっていう、下地になります。これは、そのまんまなんですけど、オイルをコントロールしてくれるシリコンっぽい感じの、下地になります。
割とね、T ゾーンとか、あと私結構毛穴が開いてるので、それを埋めてくれる感じの、埋めてくれる効果があるので、かなり使いました。で、今もうこれくらいしか残ってなくて、多分もう今年、あと3、4ヶ月したら多分もうなくなるんじゃないかなって思います。この2つ、一番多分2017年で使った下地になります。はい、で次はファンデーションなんですけど、国内で買えるものはもう私の中で殿堂入りしているのがレブロのカラーステイシリーズのものなんですけど、もうそれはねずっと好きでずっと使っているんですけど、今年新しく使ったものでよく使ったものは、NYX のトータルコントロールっていうファンデーションなんですけど、これ結構割と使って、タイに行った時に買いました。で、まあ別にまあもうね、今年の3月に NYX が帰ってくるっていうことで、多分これ売られるんじゃないかなと思います。私が使っているのはバニラっていう色になります。で、まあね、パッケージ小さいんですよ、普通に。多分これいくつ入ってるんだろう、 13ml 入ってるんですけど、小さいって言ったら小さいんですけども、少量でかなりカバーしてくれるし、伸びもいいので、まあこの大きさはね最初うんと思ったんですけど、でも全然使えるし、カバーもしてくれるのですごく好きなファンデーションでした。で、あとは、ウェットンワールドのフォトフォーカスのこのファンデーションですね。これは最初はあまり好きじゃなかったんですけど、だんだん使っていくうちにちょっとなんかこの下地だったら合うかなっていうのが分かるようになってきた。ウェットンワールドの同じ下地を買ったんですけど、まああれは私あんまりちょっとなんか何がいいのかよく分からなくて、とりあえず顔周りで使っているんだけど、で、これは私の好みだと人カバー、人レイヤー、人塗りとかではなくて、ちょっと重ね付けしてつけるとなんかいい感じになるファンデーションかなとは思います。ちょっとねカバーは私的には足りないかなと思います。時々ねこう大きなニキビができることが多いので、そういう時はちょっとまあまあまあこれよりもこっちかな、そういう時はっていう感じです。でもまあずっと殿堂入りっていうか、ずっと自分の中で大好きなのはもうね、高いものももちろん優秀なものいっぱいあると思うけど、なんだかんだでいつもレブロンのカラーステイに戻っています。はい、で次はコンシーラーになります。で、1個はずっと使ってるので、もう1個は今年買ったものになります。で、ずっと使っているのはこのマックの、コンシーラーになります。スタジオスカルプとコンシーラーになります。色は NW20 番を使っています。これも本当に大好きで、本当にずっと使ってるんですけど、好きなのが固まらないところがすごく好きで、カバー力もめちゃくちゃいいし、クリーミーですごく使いやすいコンシーラーになります。これはどっちかっていうと、ニキビ隠したりとか、あと眉毛のね周りをこう修正したい時とかに使ったりとか、あとは何かこうなんだろうな、アイシャドウベースとしても使えるし、まずそういう感じで使っています。で、もう一個はこう今年じゃなくて去年ね、ウェットンワールドのコンシーラーをずっとね買いたくて、なかなかこの色がねずっと売り切れてたんですけど、ちゃんとゲットできて、一番明るいライトアイボリーっていう色になるんですけど、これは結構こうなんだろう、この三角形の部分だったりとかに使ったりするんですけど、ものすごく良くてカバー力めちゃくちゃいいし、何よりも安いっていうのが良くて結構使ってました。なのでこれもね今年2018年リピしたいコスメになります。はい、で次がパウダーですね。パウダー今年去年ね、去年ちょうどもういろんなパウダーたくさん持ってたんですけど、高原堂だったりとかチャコットとかいろいろ持ってたんですけど、一気になくなった年で、何使おうってたくさんこうなんか
レビュー見たりとか探したりして、あの海外のものもすごいいいものたくさんあるんですけど、結局割とすぐになくなるもので、なんかいいものないかなと思って探した時にセザンヌのこれがあって、あの安かったのが一番良かったです。あとは思ってたよりもあの細かい粉になっていて、粒子が本当に細かくてベーキングするときにすっごい良くて、あのめちゃくちゃ好きになった、パウダーになります。これは本当にあのずっとあるんであればずっと使っていたいものかなとは思っています。まあ、量に関してはまあね、海外のものに比べたらちょっと少ないかもしれないけど、国内で買えるもので安いものって考えたらこれはもう十分いいかなと思います。ちなみにこれはね、あのあれです、01番のルーセントベージュ、ピンクのものもあるけど、ピンクのものはちょっとラメが入っているのでこっちのセミマットの方を使っています。あーかゆーい。次、あとはコントアとかチークとかハイライト類になります。でこれも買ってからずっと使っていて、あの本当だいぶ汚れてきちゃったの、ちょっとねパッケージ見せるの本当恥ずかしいんですけど、このエルフのこのパレットですね、これはアイハーブで買ったんですけど、もうこれ買ってからずっと好きで、あの仕事の時とかも本当仕事の時も使ってたぐらい本当普段使いしていたパレットになります。こちらのものです。本当に特にねこれ一番使ったんじゃないかなと思います。あの周りがもう汚れるぐらい使っていたっていうのが多分わかると思うんですけど、うん、これ一番使ってたんじゃないかなと思います。ハイライトもあの今日使ってるし、今日はこれ使っています。もう本当にあの使いやすいし、あのなんだろうな、がっつり系の時でも別に使えるし、あのナチュラルにコントアしたい時でも全然使えるので、すごくおすすめします。はい、で、もう一個ね、これもずっと使ってたし、多分上半期の時にもお話ししたんですけど、エッセンスのサンクラブっていうあのこ、ブロンザーなんですけど、これもずっと使ってて、で、あのこれね、可愛い人形さんがいたんですけど、これ上半期の時も見せたんですけど、なくなっちゃったんですよ。ちょうどもうそこが見えるぐらい使っていたので、そう、コントア系のパウダーとかいろいろ買ったんですよ去年。キャットボンディのパレットについているものも使ってたんだけど、いろいろ見た中で一番こうなくなってるなっていうのがこれだったんですけど、相当使ったなっていう感じで、あとねこのエルフもそうなんですけど、まあこの2つが去年の一番のお気に入りで一番使っていたものになります。で、あのハイライトなんですけど、ハイライトもいろいろたくさん買ったんですよ。なのでちょっと一番っていうのは本当に選べなくて、いろいろ使ったので、ちょっとハイライトに関してはまあこのエルフのパレットもそうなんですが、本当にたくさん買ったので、またあの違う動画でトップ5とかを作ろうかなと思っています。で、同じくですね、あのアイシャドウパレットもたくさん結構買ったんですよ去年、パレット類でいろいろ使ったので、それもまた違う動画でトップ10だったりとかトップ5とか、うん、そういう動画を作ろうかなと思っているので、ハイライト と、パレット、アイシャドウパレットに関してはまた違う動画で見せていこうと思います。アイライナー類、アイライナー類もたくさんいろいろ使ったんですけど、でアイライナー、リキッドアイライナーに関してはずっとセーラームーンシリーズのやつを使っていたんだけど、抽選で当たったものとか、まあ、自分から買ってみたものとかもいろいろあるんですけど、でこれもなんか最初はうんって感じだったんだけど、でもなんだかんだまた使ってみたらずっと使ってるなっていうのがこのアイマニアのアイライナー、リキッドアイライナーになります。これね、最初なんで気に入らなかったかよくわかんないんですけど、でもまた使ってみたらすごく良くて、好きにやって多分またリピするんじゃないかなと思います。ペンシルライナーの方なんですけども、ペンシルはペンシルもいろいろ使ったんです。あのロレアルだったりとかレブロンとかメイベリンとかいろいろ使って、ファッションも使ったと思うんですけども、全部良かったです、本当に全部良かったんですけど、
もうちょっと結構リキッドアイライナー、ペンシル、こうね、すぐなくなるんですよ。なくなる、終わる率が高いものなので、なんかちょっと安いものないかなと思って気になってたのがエンジェルハート、ドンキで、私はドンキでしか見たことないんですけど、エンジェルハートのマルチマジックっていうペンシルを買ってみたんですけど、めちゃくちゃ良くて、これはなんていうんだっけ、ジェルライナーって感じですね。なのですっごい発色もいいし、私はこのまつげの根元につけるんですけど、埋めるために全然泣いても全然落ちないし、で今下にもつけてるんですけど本当に落ちないんですよ、よれないから、ものすごく良くて、本当にもうこれはいい発見したなと思って、多分今年もこれ使い続けるんじゃないかなってぐらいに良かったので、これはかなり良かったです、おすすめし。で、そう、アイシャドウパレットはまた別であるんですけど、これとそれとはまた別で、ちょっと今年は本当にこれは試してよかったなって思ったので、去年結構流行ったのが、リキッドアイシャドウが結構流行ったと思うんですけど、であんまりね興味なかった、最初は本当にあんまりそんなになんか欲しいっては思ってなくて、でもそう、それが出る、これが出るっていう分かった時にお店に行って、でちょうどねハロウィンちょっと前だったからすっごい使ったんですよ、買ってから。でもう本当に、これいいのこの価格でっていうのが、このキャンドゥで買った、リキッドアイシャドウになります。もうね、いろいろ本当にいろんなルック作ったと思います、これで。もうね、そのまんま商品そのまま使うのもいいし、ベースとしても使うのも本当にいいし、本当におすすめします。で私はね全色買いました、だからもう本当に全色買ってよかったなと思ってます。もうね、そう、本当にそのもの、これだけで使うのもありだし、ベースとしても使ったと思うし、クリスマスの、メイク、クリスマスカラーで作ったチュートリアルもこのやつを、ゴールドのアイラインとして使ったし、もう本当に優秀な子たちです。なのでもうこれはね、もういい発見したし、もう本当これで100円っていうのがすっごく嬉しいです。なのでこの似たような色とか他のブランドとかで出たりしてると思うんですけど、もう全然興味出ないんですよ、もうこれで私満足しちゃって、多分違う色とか出てたら、まあ、買いたくなるものはあったんですけど、スティラーとか、そう、でももうこれで十分かなと思います。もうこれだけで600円ですからね、全色で集めてなのでもしね、これまだ持ってない人、試してない人、もしよかったらていうか絶対試した方がいいと思います。もうこれは大好き。アイブロウですね。アイブロウもまあそんなにいっぱいは買ってないけど、一番使ってるかなと思ったのはカラーポップのポマードです。多分あんまりみんなこうカラーポップのポマードってって感じなんですよね。ポマード類でいうとやっぱりアナスタシアとかが一番有名じゃないかなと思うんですけど、私はこのカラーポップが結構好きで、去年すっごいたくさん使ったと思います。あとペンシルでいうとセザンヌですね。セザンヌはすっごく良かったです。あとアイマニアのペンシルも良かったです。ただポマードを一番使うかな。上半期は一番ペンシル使ったんですけど、セザンヌの、なのであれもすごく好きなんですけど、セザンヌでペンシルをポマードにしても最高ですね。まあペンシルはすごい使いやすくていいんですけど、もしねそれがねポマードになったらもう最高なんだけどね。まあでもこのカラーポップがすごい好きでした。はい。でこれは何だったかな、発売前にいただいたものなんですけど、そっからもずっと使ってて今も使ってるんですけど、デコラティブアイラッシュのノリになります。これね見た目が全然そんな感じじゃないんだけど、ノリかって感じなんだけど、なんかねちょっとリップっぽいんだけど全然そう違う、そう、まつげ用のノリになります。これねもう本当に
もうね、いい、本当にいい、全然使ってるし、で、まあ、ベタベタになってきちゃってるんだけど、それでもまだ全然商品はあるし、汚いよねそう、で、多分またリピすると思うので、これは、ずっと好きでした。リップですね。リップは、リキッド系とかたくさん買ったし、いろいろいろんなのを買ったんですけど、一番自分が使って好きだったらどれかなと考えた時に、上半期でも話してたんですけど、ミラニの、リップスティックだとこの61番マットネイケッドっていう色になります。で、これはね、そう、壊れてなくなってきたよっていう話を上半期の時にしたんですけど、またリピしたので、新しいの買いました。これは古いやつなんですけど、新しいのをまた買ったので、まあそれくらい好きなんだなっていうのがすごくわかると思います。もう色がドンピシャに大好きなので、この色が、なのでこれは多分自分の中では殿堂入りしています。で、去年新しく買ったもので、ずっと好きだなって思ったのが、これ今つけてるこの色なんですけど、見覚えありますよねわかりますかね、これ。これは、友達のパオですね。パオと YC コレクションの、コラボリップになります。これです。色はティシャかな？そう、ティシャっていう色になるんですけど、サンセットで買ったんですね。これはもう、デビューしてるビデオがあるんですけど、もうこの色は自分に合ってるっていうか、この色はね、いろんな肌のトーンでつけてる人を見たんですけど、本当に誰でも似合うような色で、で、私もすごい好きなんですよ、この色。なんかこう、なんだろうな、しっかり色ついてるけど、なんかうるさくないっていうか、なんか目とかね、アイメイクががっつりしていても全然存在感があるし、邪魔してないし、バランス取れてる色かなと思って、別に友達だからとかじゃなくて、本当にこの色は好きで、で、マットなのにこう、なんていうのかな、すごい乾燥する感じもしないし、ベタつかないし、そんな簡単に取れないっていうか、持ちがいいですね、本当に。で、匂いもすごくいい匂いだし、なので、好きでしたはい。あとは、コスメとは関係ないんですけど、ずっとこれも殿堂入りですね。ずっと使ってるもので、もうね、いつもだったら1本終わったら次買うっていう感じなんですけど、もういろんな香りのものを出されていたので、もうどんどん欲しくなっちゃってっていう感じで、で、今日もじゃあ昨日アウトレット行ったんですけど、そういう時もね、また買っちゃったんですよ。はい。で、それがロレアルのこのオイルですね。ヘア用のオイルになります。もうこれは大好きで、もう見てる通りもうそろそろ終わるんですけど、もう大好きで、本当にもうずっと使ってました今年。本当に良いです。はい。で、昨日買ったのは、一番多分ロレアルのオイルで一番最初に使ったやつで、これはポンプ式なんだけど、それはね、こう、プッシュっていうかスプレーみたいな感じなんですけど、それもすごい好きで、たまたま見つけたので買ったんですけど、そう、もうロレアルのオイルはずっと使っていました。あとは、まあ見せるとちょっと大変なのであれなんですけど、ブラシですね。ブラシで一番こう、今年って言っちゃったよ、2017年で買って一番使ったブラシはモーフィンのブラシになります。もう本当にめちゃくちゃいいです。なあね、マックとかシグマほど高くないし、買いやすい。まあ、送料がちょっとね、送料類はちょっと高いんだけど、でも買う価値は全然あります。なので、ブラシ類に関してはモーフィンが大好きでした。はい、ではそんな感じで、私のマイベストコスメでした。ちょっと長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか。皆さんのベスト、マイベストコスメもぜひ知りたいので、もしよかったらコメント類にね、残してくれると私もチェックします。
まあ、そんな感じで、今日の動画を終わります。見てくれてありがとうございました。ではまたね。今日のメイクちょっと失敗してます。すんごいパンダみたいになってるの、ここ最悪。